こんにちは。今回は、水量のらしいですを一緒に勉強したいと思います。じゃあ、始めましょう。こちらを見てください。らしいですは、うん。状況で考えたことについて使います。他にもね、水量のようですも、状況について使うものでしたね。うん。他の動画がありますので、そちらを見てください。うん。そして、このらしいですは、 うん。これも普通系に接続します。他の水量の用法もね、よく普通系に接続しますね。だから、あるらしいです。ないらしいです。あったらしいです。なかったらしいです。のように接続します。次。うん。これは他のとちょっと違います。うん。この水量の用法の中では、一番この核心度が低いです。そう。あまり正しいと思っていないんですね。 これが一番低いものです。で、他の水量の用法に関しては他の動画がありますので、それを見てください。うん。だから、これ、重要な時には使えません。うん。だから、例えば、病院のお医者さんとかが、うん、風邪らしいですよ。みたいな言い方はダメですね。<laughs> 病院のお医,お医者さんはね、ちょっとしっかりとした人ですから、<laughs> 風ですとか、ちゃんと言わないとダメですね。<laughs> そうしないとあの信用がなくなりますからね。他にもニュースのアナウンサーなどはこういうのを使えませんね。明日は晴れらしいです。ダメですね。晴れるでしょうと言ってくださいね。<laughs> はい。そういう時にはちょっと使えないものです。うん、で、これ、うん、あまり正確な情報ではないと思っている時によく使うもの。 これがあのさあの他の動画のようですと違うものですね。うん、そしてこれは認識的モダリティ、うん。モダリティの一種ですね。じゃあ、うん、今度はあの例文を見ましょう。1番。たくさん並んでいるんですね。<laughs> はい、あのお店のケーキはおいしいらしい。 うん、そう、人が今たくさん並んでいますね。それで私は状況を判断して、あの店のケーキはおいしいらしいと言います。うん、これ、見たときじゃないんですね。並んで人だけで <laughs> 決めています。だからあの、とても正確じゃないでしょう。信用できませんで。だから、らしいを使っていますそう。上に美味しそうなケーキが、うん、見たときは美味しそうと言います。 <laughs> はいじゃあ今度2番、うん、部屋に電気がついていない状況ですねその時私がこう言,うこう言いますね「みんなもう帰ったらしい」と言います、うん、本当かどうかわからないちょっとあのコンビニに <laughs> 食べ物を買いに行っているかもしれないですが、うん、<laughs> その状況だけで私はただ行っているんですねはいじゃあ今度3番ですね、うん、ずっと欠席していた いう人がいますねその時私がこう言います。どうも病気らしいです。<laughs> このように言えばいいですね。うん、その人が本当に本当に病気かどうかは私知らないです。だって欠席していますし聞いてもいませんから。<laughs> だから私が勝手に思っている時ですね。全然正しくないですね。その時はらしいです。を使っています。で練習です、うん。お腹が空いていません。うん、例文を見ます。 餌をやってても食べなないいいいいのでお腹が空いていないらしいそうですね、うん。このように例えば猫がいて餌あげました。犬がいて餌あげました。その時に全然食べないんですね。そして私が思いました。お腹が空いていないらしい。うん、そういうい 言うとにはらしいですねだって犬も猫も話せませんからお腹空いてますかってはいやお腹いっぱいですとか言いませんからね全部私が考えているとその時は性格じゃありませんかららしいを使いますで今度次「毎日バーお酒好きです」例文ですうん彼は毎日バーに行っているからどうもお酒が好きらしいですうんそう彼が お酒を飲んでいるところを見たことがないしただ言っていることを知っているだけですね。<laughs> はい、現場を見ていませんからわからないんですね。だけどバーに行くからと思う本当は女の子が好きなだけかもしれないしお酒は全然飲めない人かもしれません。<laughs> だけど私はラシーを使って多分そうでしょうと思っているんですね。じゃあ今度3番。隣の部屋音がしませんうん。 隣の部屋から音がしない。どうやら引っ越したらしい。そう。こういう時にもらしいですね。状況、もうこれ全部状況で判断していて、全然情報は少ないから、全然情報はありません,、うん。で、私が勝手に思っていることを言っていますね。 本当は隣の人は旅行に行っているだけかもしれませんし、<laughs> ただあの静かに、ね、<laughs> しているだけかもしれないんですが、隣の部屋が音がしない、うん。それで福祉のどうやらとよく一緒に使いますね。どうやら引っ越したらしい。うん、これは私が勝手に思っていること。推量ですね。うん、それはあの見たとか聞いたとかではなくて、ただの状況で感じただけです。こういう時に使います。うん このらしいもねとてもよく使うので、はいぜひ覚えてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。